南三陸町で毎月開かれている復興市の支援と現地のニーズを調査する支援隊の出発式が行われました。出発式は笠岡市保健センターギャラクシーホールで開かれた認知症介護研修センター講座に先立って行われ、笠岡希望プロジェクトの会員や講座の参加者など合わせておよそ100人が参加しました。今回支援隊として派遣されるのは笠岡市社会福祉協議会の西名重俊さんと生宗悟さん、市民ボランティアとして高田工業の高田哲司さん、矢影高校3年の角田元樹さん、元気笠岡推進協議会の赤澤正弘さんと守屋元則さんです。笠岡商店街が NPO 法人島づくり会社と連携して運営する笠岡希望プロジェクトでは、以前から交流があった宮城県南三陸町を支援しており、これまでに9回ボランティアスタッフを派遣しています。式では笠岡希望プロジェクトの加藤秀夫代表が、くれぐれも気をつけて南三陸町の皆さんに笑顔を取り戻していただくため精一杯頑張ってくださいと支援隊を激励しました。支援隊の6人は会場全員にいってらっしゃいの言葉で見送られ、26日に南三陸町で開かれる復興市に向けて出発しました。